宇野さんと近藤の主将棋トーク。この配信では曹洞宗のお経主将棋を一節ずつ解説する配信10分で主将棋にて、皆様からいただいた質問やメッセージなどを紹介しながら、宇野さんと私近藤が主将棋について自由に話をしていきます。皆様と共に主将棋について学びを深めていきたいと思います。こんにちは、宇野さんと近藤の主将棋トーク。今日は第3章第16節についてのフリートークとなります。宇野さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。全部で31あるんですから、16ってことはもう半分超えましたね。あ、そうです ね、 ね、はい、うん、早いな。あっという間に。早いですね、早いですね。1週間に1個ずつってやっぱすごいな。そうですね、先が見えますね。そうですね、はい。第3章樹海入位がこの主将棋の肝で、うん、さらにこの16節の最後の部分が、うん、肝の中の肝と先生おっしゃってましたね。主上仏戒を送れば、すなわち諸仏の位にいる、位大学に同じ牛をわる、誠にこれ諸仏の御子なりと、というところですね。この16の戒を受けるとすぐさま仏様の仲間入りができるということでした。仏様の仲間入りをするというのはイコール自分が仏様になるということですかね、それともそこまで、まあ、自分は仏様とまでは言えないですかね。うん、もうあの仏の仲間入りをしたっていうんで、はい、仏様、仏様だっていうことですね。間違いのない仏様だってことですね。はいはいはい。でも仏法僧の僧に当たるんですかね、その、教えを実践していく仲間たちっていう意味では、うん、仏法僧でいうと仏ではなく自分は僧に分類されるんですかね。あそこに行きますか。すいません、今気づいて思ってしまって。面白いんですけど、はい、あとですね、はい、その僧っていうのは仲間たち、あの、教えを信じ、実践する仲間たちっていう言い方を私ずっとしてますけども、はい、もうちょっと正確に言うと、はい、その仲間たちの集団っていうことなんですね。集団ね、そうでしたね。集団っていうことなんですけども、ね、だから単数形じゃなくて複数形っていうことになるんですよね。仲間たちの集いですよね。仲間たちの集いっていうもの、はいはいはい、集いだからそこにいるみんなも仲間たちも入るっていうことになるんですけども、そのあれですよね、仏になるって宇野さん言うじゃないですかって話でしょ。そうです、はい、仏なのそうなのって話ですよね。よく気づきましたね。あの、一体三宝っていう考え方があるんですよ。あ、はいはいはい。一体三宝っていうのは、一体だ、一つの体でいいですかね、うん、一つの体、うんうん、一体三宝、この三宝、仏法僧の三宝っていうのが、はい、一体なんだっていうことを表しているのが一体三宝っていう言葉なんですよね、はいはいはい。うん、で、その一体だってどういうことかっていうと、その仏も、はい、仏の教えも、はい、仏の教えを信じる仲間の集団も、はい、別々のものじゃないんですよね。だから仏は法であり、法は僧であり、僧は仏でありってなるわけですよ、はい、で僧は法でありっていうことですよ、はいはいはい、そういうことだから、はい、そうか、今の問いは実はすごく重要な問いで難しくなるかなと思って言ってなかったんです。すいません、前回言おうかなと思ってやめたんですけども、はい、その、大内青蘭さんが、はい、の言葉を前回ちょっと紹介してるわけですけども、はい、もともと自分の中に仏様がいるんだよって私前回言ったんですが、大内さんの言葉を正確に言うとですね、もともと自分に一体三宝の聖徳を具足して、仏もの慈悲知恵も解脱の功徳も和合の妙用も皆生まれながらに持っているのだというふうに言ってるんですね。だからその一体三宝、つまり仏であり法であり僧であるっていうものを全部一つのものとして誰しもが持っているっていうことになるんですよね。はい、それを、僕は、分かりやすくというか、はい、仏っていう言葉にして説明してしまったんですけども正確に言えば一体三宝っていうものなんだっていうことなんですよね。よく分かりました、ありがとうございます。14節の時の観音同行の話ですけど、はい、
憧れの仏様に呼びかけて仏様が応じてくれることによって、うん、自分の中の仏様と響き合うという話がありましたけれども、うん、その自分の中の仏様が、今まで影を潜めていたけれどもどんどん表に出ていくというか、まあ、あらわになっていくというのが、うん、この自分が仏様になる、うん、仏様の仲間入りをするということでもあるんですか、うん、そうですよね、うん、どん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 とそれがあらわになっていって、はい、それがどん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 連鎖して、はい、どん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 と増えていくっていうのが、うんうん、修正院の中で言われていることですよね、うん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 、だからその始まり物事が動き始める、うん、物事が動き始める、その自分の中の仏が、その三宝帰依によって観音同行し、もう一度呼び起こされることによって仏としての自分が動き始める。それはいろんなところにいろんな功徳としてそれが広がっていくし、ずっとずっとそれが広がっていくんだってことなんですよね。うん、なるほどね。ありがとうございます。最後の部分で諸仏の御子なりとって呼ばれるんですけど、はいはい、諸仏の御子なりのこの間の説明で、うん、いろんな解釈があるんですがと先生おっしゃってましたけど、うん、他にどんな解釈があるのかなと。あ、はい、あの御子って、はい、その例えば神の御子とかいう使い方もするじゃないですか、はい、で辞書なんか引くと、はい、天皇の子みたいな感じで、お子っていう見方になるみたいで、お子とか巫女とか言うらしいんですが、はい、そういう人を表したりするとか、はい、いろいろあるわけですけれども、そのじゃあ仏の巫女なりの巫女ってどういう位置づけなのっていうことになるですよね、はい、でも、仏の子、これ修正義の中ではですよ、はい、例えばキリスト教でいうとこの神の御子っていうのは神ではないのかもしれないし、ちょっとよく分かんないんですけど、僕が、はい、専門に研究してるわけじゃないから分かんないんですけども、はい、その、うん、仏の御子って言った時に、じゃあ仏なのか仏の子なのかって言った時に、仏の子だったらもう仏じゃないですか、はい、うん、人間の子供は人間ですからす、ね、はい、うん、だからそれは確かそのなんだろうな、すごく、うん、それらしく完成されたっぽく見える仏か、一見仏には見えないけどねかもしれないけれども、でも、本物の仏であることには変わりないということで考えると、その仏なのか仏の御子なのか、仏の子なのかみたいな、じゃあこれそれは仏なの仏じゃないのみたいな感じの、うんうん、議論には全然いかなくてよくて、うん、仏そのものであるっていうふうに取っていけばいいんだろうと思いますね。 ありがとうございます、うん、その人間の子は人間だから仏の御子も仏だろうっていうのはなるほどと思いました、うん、そうですよね、かなりシンプルでした、うんうん、そういうことだと思いますよ。はいはいはい、ありがとうございます。大事なのは、はい、完成形じゃないってことですよ。だからははその仏のになったからといって、暗い大学に同じ修士終わる、誠にこれ諸仏の御子なりって言うんですけども、はい、そこでストップ、ゴールじゃないんですよ。もっと言うとそこがスタートなんですね。スタート、そうか、うん、仏になって仏として、自分が、人生をスタートとするわけですよね、はい、うん、だからその先があるんだってことですよね。ゴールじゃなくてスタートとしての仏っていう位置づけですよね。なるほど、うん、そのスタート地点に立って、スタートからようやくスタートしたところが4章、うん、5章の内容ってことですか。そうですね、うん、仏になって仏をスタートさせた私が、はい、どう仏を実現していくのかそれは妙手と呼ばれるものなわけですよね。なるほど。じゃあ次は17節挟みますけど、18節以降が第4章ということで、まあ、そういうことですね。そういう感じになってますね、はい、うん、じゃあその次回はその最後の第3章最後第17節の、宇野さんの10分で将棋となります、うん、お楽しみください。ありがとうございました。ありがとうございました。この動画は皆様からの質問やメッセージをもとにお話をしております。ぜひ10分で将棋を聞いていただき、お気軽にコメント欄やメールにて質問やご意見をお寄せください。メールの宛先は
主将棋アットマーク総統禅 .jp SHUSHOGI アットマーク SOTOZEN.jp です。